まあ、僕の生まれ故郷の広島の原爆落ちた後の写真で、その広島のソウルフードお好み焼き、うん、まあ、あの後ろに貼ってある写真を心理的、身体的、あるいは視覚的な操作をしていかに違って見えるかっていうことを、まあ、みんなで話し合いながら検証できたらなと思います。いかに違う世界に行ける。そうです、いかに違う世界に行けるかですね。なんかしながらとかなんかやりながらバランスボールがある。あやってみる。これ乗りながら見る。乗りながら見る、うん、いい。もういいかもしれない、まあ、使いたくなったら、うん、うわうわ見えた。どうですか。ついやっぱりこの画面から想像しちゃうな。離れたこと言えないな。まあ普通の状態すぎるんじゃない。1,2,3,4,5じゃあこの状態でどうですかね、写真。こういうの写真見てもらって。こういうの食べたい。ええ？パンプアップした後こういうの食べなきゃ。今一番欲しいな。欲しい。一、二、三、十六、十七、十八。19 9 今もうゼロに向かってる。サウンドダウンで4 3 2写真見てよ。早く。どうですか、写真見た感じ。戦闘態勢に入りました。神風の魂が入りましたよ。神風の魂が入りましたよ。写真はどう見えたんですか。写真はいやもう本当神風で特攻隊になった気分で、なんかやっつけたくなりましたね。次はふーちゃんのラップを聞きながら写真を見て思ったことを言ってください。はい、よっしゃ、いいっすか。いいっすか。
神風特攻速攻録音日の丸独自の発想元祖テロ温く砕けろゼロ戦となりたい突っ込むぜよ非日常絶望1940を忘れてしまいそう嫌な予感が漂う案の定落ちた原爆ふざけんな数年後地図に日本がない Danger, Maji Abunena Futenma, Maji Abunena Fukushima. Okonomiyaki. に原爆が今東京に落ちた時 の東京ドームわかる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 その換気扇からこのお好み焼きの匂いがしてきそうでたまらないハハハハ確かに広島風のさ、なんかお好み焼きがさ、今もうなんか日本人っぽくないよね、なんかアメリカ人の食べ物じゃねえかみたいなタコライスとかです、タコそんな感じに見えてきたね、今こいつら広島風焼きそばを今プランしてんじゃないかみたいなあっていうか広島風焼きそばって実は GHQ が作ったあじゃあ何そのちょっと原爆を模してるみたいなお好み焼きがでしょ、うん、形がとかでしょ、うん、そういう風になったいやなんかドーム通じたよその意思はなってきたよそれ分かれてるんですなんか落ちたところが卵でしょ、うんうんなんかもうすごいその今ブチが言った模してるっていうのもすごいすごい影響されてんだけど影響されちゃったかうんなんかそれにしか見えなくなってきた